おはようございます。1日1分社長の座長、本日は夜明け前が一番暗いということでお話したいと思います。実際、困難ですとか、悩み、ある大きな課題、これを乗り越えるときに、最後の最後が一番辛いと。この坂、この壁を乗り切れば夜が明けるということで、夜明け前が一番暗いというふうに言われております。私も、地域密着型のコンサルタント、になると方向転換をしてから、最初のお客さんを得るまで、ね、本当に辛く苦しい思いをしました。まさに夜明け前が一番、暗いと、しかしその先というのが、必ずあるんだということが過去何度かの経験で、明らかですので、頑張れます。夜明け前が一番暗い、この先どうなるか、どうしたものか、ということで、頑張っていらっしゃる方、もうちょっと、あと少し頑張るだけで、夜が明けます。明けない夜はありませんから。